ハクビシン対策として隙間にこのネットを入れていきたいと思います。板とかで完全に塞いじゃうと多分通気口っていうかこの空気の入れ替わりができなくなっちゃうんで家が悪くなっちゃうと思うんで、このネットでハクビシン入ってこれないようにしていきたいと思います。なんで、釘とトンカチとあと消臭剤上に置きたいと思います。あとここの懐中電灯で照らしながら行きます。はい、じゃあ行きましょう。ちょっとこのカメラのフィルターソフトハイキーで明るくなるようにしてんですけど、一応暗さ的にはこんな感じでちょっとライトつけます。ここから見た感じはこんな感じですね。で、隙間今回埋めるのはここですね。この横のライン、あそこがもう完全にあそこの隣左側に屋根あってすぐここの入り口なんで、あそこにネットを固定していきたいと思います。はい、中まで行きます。はい、ちょうどここまで来ました。ここですね。で、とりあえず今いるのは廊下のとこですね。で、ここ多分踏むと抜けちゃうんで、この根太だと思うんですけど、ここの足場を踏みながら行く形です。で、さっきいたところはそこですね。なんでこれをつけていきたいと思います。穴開いてるんでここに釘引っ掛けて、ここにですね引っ掛けて、でちょっと仮止めしてんで、こここう閉じて、あとここのこの板に沿って打ち付けていきたいと思います。とりあえず現状こんな感じで上張ってますね。で、こっちも張ってって、で下もちょっと張っていきます。こんな感じで
とりあえず、こんな感じで打ち付けました。こういうちょっとでっかい木の間のところはちょっと入念に釘で留めてあります。下はここのどうしてもここに隙間ができちゃうんで、でもうここで、はい、これ以上入ってこれないようにここで全部釘打ってあります。屋根板のところですね。じゃあこんな感じですね。でここも入ってこれないように、でここはもう軒下なんで入ってこれないと思います。一応この隙間埋めたら多分大丈夫かなとは思います。まあこれで入ってきてたらまたちょっと別の場所探します。こんな感じでハクビシンにやられたところですね。そこがちょうど今になってるんで、あそこちょっと打ち付けて直さないといけないですね。でここにちょっとここ台所なんですけど、ここの臭いんで消臭力を置いてあります。多分これもハクビシン食いちぎった跡なのかもしれないです。ちょっと分かんないんですけど、でここ台所なんですけど、ここのちょうど上が下がここ掃除してもなんか全然匂い取れなくて、今日はちょっと何も持ってきてないんですけど、ちょっとあれはトイレの芳香剤100均のやつなんで回収してこれと入れ替えてちょっと置いてみます。